白玉星草は日本の固有種で東海地方の一部地域の湿地などに生える星草か、星草族の一年草である。家茎の先端に直径1センチメートル程度の小さな花をつけ、白色の単毛が密生して白い玉のように見える。一面に群落していると白い蛍がランブしているように見える。背丈は20から40センチメートル程度まで伸び、葉は 線形で、長さ14から20センチメートル、幅1から3センチメートル。頭花は、多数の小花で構成され、尾花と芽花がある。夏季は8月下旬マイナス10月。晩秋になるまで白いコンペイウのような花が見られ、コンペイソウとも呼ばれる。鉄分の多い酸性土壌の湿地に生える。東海丘陵要素植物の一種で、静岡県、愛知県。 岐阜県、三重県の伊勢湾沿岸近辺の湿地に分布し、豊橋市の足下湿現が生息地の一つである。名古屋市東部の里山では宅地化に伴い減少し、湿地が乾燥地に遷移する環境の変化によっても消滅したと考えられている。絶滅器具ル類環境省のレッドリストの絶滅器具ル類に指定されている。総個体数は約8000。 平均減少率は約50%減少の主要因が湿地の開発、土地造成、園芸用の採集であると推定されている。三重県で個体数が激減し、絶滅危惧 IB 類に指定されている。静岡県、愛知県、岐阜県で絶滅危惧通類に指定されている。ありがとうございます。